かいま。行きましょう、一緒に。3分アタキンで。3分アタキン、絶対救いましょう。強制瞑想。どうぞ。男性を魅了して、ブラウスモテスレって。ああ、最後に見たら小学生だからそんなに深いこと考えてみてない。頑張って。ジャグラで行こう。テンポごと向かいます。はい。どこに今から行くの？テンポごと行ってきます。わかりました。行きましょう、一緒に。いいんですか？僕体験です。あ、体験だけど。ちょっと教えてください、じゃあ。いろいろ教えましょう。ありがとうございます。鳴らして。この3時半から前に行ったら怖い話なんですよ。あ、今日ですか？今日です。なるほど。お仕事はやっぱぜひ見に来てくださいよ。あ、もうここから雰囲気作りされてるんですね。おーい、観念しなさーい。調整し、外で歪んでます、はい、了解です。マクさん、こういう時なんて言えばいいんですか？これまずはどういった経緯でコンビニの強盗に、ね、手を出したのか。わかりました。なぜコンビニ強盗を、あなたにとってコンビニ強盗は？わしはの、孫のためにスイッチを買わなきゃいけなくての。孫がの、スイッチ欲しい、おじいちゃんゲーム機が欲しいというのでの。スイッチってのは何ですか？爆弾のスイッチ。あれと、なんかの、孫が言うにはゲーム機の名前らしいんですけどね。いくらぐらいなんですか？いやー、なんか何億かって言ってたんでね。何億？そのためには犯罪しなきゃいけないっていうのでね。なるほど、はい。それでは、孫のためにいきなりその何億をあげるっていうのはあなたから見てどうですか？その警察官の、ね、体験として、孫に何億。そうですね、やっぱりあの最近の子はね、ちょっと現代の子は甘えすぎてると思うので、そんな何でもかんでもあげるのは良くないと思います。良くないと思います。孫が教えて言うんだったら仕方ないじゃないですか。やっぱおじいちゃんとしてかっこいいところ見せたじゃないですか。でもそのおじいちゃんが甘やかしたことによって、大人になった時どうします？いろんな人にたかるようになって、おじいちゃんかっこいいって言ってくれるんだったらそれでいいんじゃないですかね。おじいちゃんかっこいいって言ったら周りの人に2億2億2億ってせがんでもいいってことですか？いやー、まあいいんじゃないですかね。なるほど。でも犯罪をして稼いだお金でスイッチを買ってもらって、お孫さんは喜ぶんですか？それは。いや、孫が喜んでくれると思いますよ。そうですね、もうたったに60年来てるわけじゃないんでね、わしも。ちなみにこの後ろの人たちはお仲間さんですか？はい。あ、仲…カメラマンを装って仲間。はい、なんだよ、僕。この息子が、孫がどっちかとかじゃないですよね、これは。これは…いとこですね。いとこ？なんだよ、その方たちも。親戚を巻き込んでの犯罪ですか、これは。そうです。今回は3人での共同なんで。じゃあ、捕まえてもいいってことですか、これ？はい。共犯。じゃあお金欲しいよ。お金欲しい。ID 何番？え？ ID 何番？今ここでお金を、警察官の目の前で。おじいちゃん、戻ってきてよ。わかりました。え？3分アタッキンで。3分アタッキン？わかりました、おじいちゃん。それがあなたの答えなんですね。はい、これがわしの答えです。わかりました、それでは全力全霊でぶつかります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。3分アタッキン、マクさん乗りますか？乗ります。3分アタッキンってのは、はい、3分、アタック禁止の略ですね。アタック禁止の略ですか、はい、それでは、2時、じゃあ4分アタック開始で、はい、ではよろしくお願いします。絶対あのおじいちゃんを救うんだ、俺は。絶対救いましょう、ね、これが俺の正義。強制瞑想。どうぞ。最悪なんだけど、消えていくマックさんの声おもろすぎるな。どうしたの？あれ、なんか、おはようなんですか？ごめん、ごめんなさいね、強制瞑想で。応援を呼んだのか？応援を呼んだんですか？呼んでないですけど、なんであんないっぱいヘリが来てるんですか、これ。どういうことですか？これちょっと、あなたのためにね、待ってくれたんだよ、この人。ありがとう、おじいちゃん、ありがとうね。はい。強制瞑想しちゃったよ、おじいちゃん。じゃあ、引き続きその話し合いをちょっとしてもらいたいと思うんですけど、はい、あなたには家族がいるんですかっていう話で、そんな身なりをして。孫とかはいらっしゃるんですかね。孫はいらっしゃいますか？僕には孫はいないですね。孫はいない。はい、でも守りたいものはあります。守りたいものはある。守りたいもの、それは一体何ですか？おばあちゃんです。おばあちゃん、おばあちゃん、はい、おばあちゃん子なんで僕。わしにも妻がいるんですよ。
わかるんですか、おじいちゃんの。じゃあ、亡くなってしまいましたが。亡くなって。ちなみに奥さんはどんな犯罪をしてたんですか。奥さんはよく男性を魅了してグラロスモテを連れてってお金を巻き上げていました。あ、そんなハニートラップ関係なんですか。進もうとする、それは。どうでも。もう一回進もうとせって言ってもらっていいですか、マックさん。進もうとする。あ、進もうとせ。ありがとうございます。進もうとする。進もうとせ。それじゃあ、白黒つけましょう。僕の正義とあなたのお孫さんの思う気持ち、どっちが強いか、戦いましょう。じゃあ10分までアタック禁止で。よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はこちらで。いや、ちょっとすいません。重くなるんで、向こうの方乗ってもらってもいいですかね。いや、重くなるとちょっと変わるんですよ。それでは行きましょう。よーい、スタート。すごい、道知ってるぞ、この人。いろいろと頑張りたいものですからね。効果。あんたやるの。すごい、なんだおじいちゃんこの道は。これは孫に教えてもらったんじゃ。おじいちゃん時間がどんどん。じゃあ次行くぞ。やべえな。うわ、見失った。うわ、わかんねえ。嘘だろ。詳しすぎ。コンビニ強盗ロストしました。どうぞ。うまいっす。ユニオンの地下走ってるんですけど、これヘリありなんすかね、もともと。あ、ありっすよ。3分アタック禁止だけ。ユニオンにいます、今。今ユニオンの地下から。了解です。病院の真下ぐらい。あ、了解です。ジジイまだ終わってねえぞ。この少年はとても。止まりなさい。まあ、僕が横の水路ぐらいで横転しました。出てきなさい、おじいちゃん。これ出てこれないんですけど。おじいちゃん。あ、これはヘリがうまかったですね。犯人確保。これすいません、待ってください。はい、マックさんが乗ってます。マックさん。マックさんが乗ってる。マクさん、音が聞こえない。マックさんの。あれ、マックさん。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 マックさんいない。死んでる。マックさんとか言った。え、お前マックさんをどうした。お前チェイスを本気で。あ、話しましたよ、マックさん。成人式のヤンキー2人が。わかりました、そこまでお願いしました。はい、ただマックさんありがとうございました。おお、よかったね。30分じゃないかな、これ。30分了解です。わしに死ねという顔ですよ。おじいちゃん大丈夫、もうちょっとある。おじいちゃんすまんの、年金泥棒で。もうちょっとじゃあ綺麗になって、またお孫さんを大事にしてあげてください。またコンビニ行くからよろしくの。うん、またチェイスしましょう。ちょっと勉強になりました、今回のチェイス。そしたら次やるときは正式に一対一でどうじゃないか。そうですね、はい、うん、それでは、またね、行ってらっしゃい。お待ち。初めて5寝られたっすよ。